はい、皆さんおはようございます。浅田聖吾の聖チャンネル、今日もご視聴よろしくお願いします。はい、今日はですね、どこにいるかと言いますと、21番線こっち、あ、電車来てもだ。今日はですね、ファンの人に会いに行くダーツの旅をやっていこうかなと思います。ちょっとガヤガヤしてうるさいけど、電車来ちゃったんで、ちゃちゃっとオープニングいきたいと思います。そして今日は旅のお供としてお友達が一人来てくれております。どうも、おもよです。はい、それでは皆さん今日も張り切っていきましょう。最後岡山県まで行きたいと思います。岡山県のファンの方に会いに行きます。ファンの人に会いに行くダーツの旅ってなんか新鮮な気がする。今日はなんでいつ来てくれたんですか。いや、なんか楽しそうだなと思って。岡山なんか食べたいものありますか。岡山何があるのか全然知らないですけどはい、到着いたしました。1時間ほどの旅でしたけども、今ですね、こちら、はい、今日は2人でぶらりダーツ旅、ファンの人に会いに行く岡山の旅ですけど、着きましたね。着きましたね。とりあえず今からチェックインして、ファンの方と食事してダーツ行きますか。はい、じゃあとりあえずチェックイン行きます。行きます。浮き小屋とかある。1キロ1200円、安っ。ファンの人に会いに行くって、ちょっとドキドキしますね。いや、めっちゃドキドキしてます。はい、ということで、ホテルチェックインしました。なやかねてね、岡山、大阪近いんですけど、パッと来る距離でもないかなっていう感じでしたけどね。今ちょっと荷物置いたりしてたんで、今からですね、ファンの方に会いに行ってみようかなと思います。行くぞ。はい、あのですね、ホテル出まして、岡山駅から庭瀬駅というところまで移動があって、庭瀬駅の方まで来たんですけど、ね、今日待ち合わせ場所が焼肉屋さんなんですけど、近くまで、来まして、ようやくご対面と。そうです ね、やっと。ちょっと寒ないですか。むちゃくちゃ寒いです。今日ご飯いただくのか、多分奥にいるあの2人ちゃうかな。あ、おはようございます。おはようです。おはようございます。あずさです。本日ファンに会いに行くダーツ取られたり、やったー、呼んでいただけたジローさんとポンちゃん、ファンです。じゃあ、こんにちは。はい、どうですか、岡山まで来ました。庭瀬まで来ました。ありがとうございます。こんな辺境の地まで何もありませんな。何もねえのに同じこと言う。第1回の取られたり、いやー、やったー。ご飯食べてダーツしようかと。焼肉食べてダーツしましょう。イエーイ。じゃあご飯いただきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。やったー。主に頭が寒いです。岡山ちょっと寒いですか。寒いっす。大阪より寒いっす。大阪全然寒いっす。頭あったかそうっすね。いや、頭あったかいよ。気まずい。そんな予約してないと大丈夫ない。有名店、いや、もうなんかこうすごい高級な感じじゃないんですけど、もう美味しくて、家族みんなとか友達みんなで、予約めっちゃすごいよね。2時間待ちです。2時間待ち今、はい、で我々予約はしてます。失礼します。いい。それではビール、いただきます。いただきます。今日ね、なんで2人に会いに来たかというと、はい、多分これ見てる人はなんでなんでなんで、2人はカップルではない。違います。違います。はっきり違います。あのね、2人は僕がやってたゲームエイペックスの友達なんです。そうですね。だからダーツをしているエイペックス一緒にやってくれる友達で、ゲームの中で一緒にね、そうですね、いつもやってくれてるんですけど、その中で友達だけどリアルで会ったことなくて、
まあ、今日はちょっとお二人がね同じホームやそうなんですよホームショッカーということで来ちゃいました岡山まで小沢君もそうですよね僕もそうですね最初ちょっと僕が配信にお邪魔する感じでそうそう一緒にやりましょうよってコメントしたら聖子さんが誘ってくれたんでそこからですねだからティロさんとコンちゃんと小沢君と僕でコロナでやったりそうですそういう感じ今日は振られたりとか、はい、イエイ食べていきましょうかあーすわーうまそうなんかカップルみたいなだがじゃうまそうめっちゃうまそうめっちゃお腹減ってきた僕ね、あの焼肉屋で塩タン、ハラミ、ミノが好きでも赤線が一番好きそんな焼くの敵は良くないの全然焼肉屋なんで何年働いたんですか8年9年ぐらいですなんか箱なんだったら投げますか投げましょう投げます投げたいです投げますあと隣に僕らのホームショップホームのホームショップがあるお店があるんですよでもちょっと酔い始めてますか酔い始め多分4杯目ですいや、なんかちょっと肘のポジション確かめてるんですよこの後に控えて、ミーハース横断歩道渡るときにいや、こうやるやつ右足からみたいなお疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れ様ですあとはやりましょうありがとうございましたタクシー呼んでもらっていいですかなんでちょっと待ってそれは夏場行けるのがいい逃がさんすよダメ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 逃がさんす逃がさんすダメダメしますやりますこっちがおまけ絶対やだいやいや僕この錦っていうとこの隣にこのホームっていうお店行きましたここで今日投げるっていうホームさんちょっとややこしいですけど僕のホームショップですホームショップですいらっしゃいませ。レオさんだー。すごい。こんにちは。一杯飲みに来ました。勝負します。これ3時間ダーツ投げますよ。カフェ&バー、ホームさん。はい。はい、俺の動画に変わってるすぐ。仕事早いな。まあ今日はですね、ファンのね、ティロさんとコンちゃんのね、ホームショップであるこのホームさんでダーツ投げていこうかなと思います。普段仲良く一緒にゲームさせてもらってる2人ちょっと僕からちょっとお土産をお持ちしましたちょっとわ待ってザニージャやニージャイエーイやったーやったーありがとうございますはいありがとうございますやったーやったぜおーというわけで僕からもありましてはいえ、2人からって言ってよ2人からですセガモさん、来週誕生日っすよねいやいやいや、無理無理じゃない、無理じゃないじゃあ、皆さん、次回の動画でお願いしましょう待ってセガモさん、1週間早いですけど、お誕生日おめでとうございますえ、これは何でございますか開けてください配信でセガモさんが欲しいなって言ってたやつっすそうです2人からですお返ししまーすなんだよねあのメーカーのあれじゃないですかあ、開けてください開けてくださいいいですかはいぜひ開けてくださいこういう時にタラララッタラーとか出せるやつ配信でねスリムデックこれ欲しかったやつ配信のクオリティ上がるやつエルガトのトリムデックいただきましたありがとうございます配信頑張ってください頑張ってくださいミニちゃんも帰りますダメありがとうございますはい、わかりましたじゃあ今日たくさんダーツしますお願いしますありがとうございますイエーイおめでとうございますこれ俺のダーツフェイズ2です一緒やマイダーツ一緒かいフェイズ2です一緒やピクルさんのやつですちゃうな大好きおかしいなナイスマキュお客さんと地方でダーツするって新鮮え、2人の勝負どっち勝ったんですか勝ちましたで、負けたら坊主の予定だったんですよね負けたら坊主負けたら坊主
の坊主どこの毛でもいいんだと思われやっぱ勝敗を分けたのは髪の毛の量みたいなとこある。いやいや、じゃあ頭重たいよね、うん、俺めっちゃいいやん、ユニコーンのサラウンド使ってくれてる、ありがとうございます。ピカーボールだ。ピカーと違う。じゃあ光ってる。ピカーと違う。うちのカフェバホームの大将と大将さん、全てをかけてちょっと試合してもらえないですか。イエーイ。全てをかけてって店の権利証買ったらでかいっすよ。うちまあまあお金かかってますから。やりますか。お願いします。え、でも見たい、そんな試合見たいですか。見たいです。見たい。見たい。イエーイ。イエーイ。マジマスト。はい。ナイス。イエーイ。うわあ！うわあ！ええ、ナイス。ナイス。すごい。初見のお店にジャパンプロがいる。マウント的なこと言うとランキングは102位なのその100倍以上ですね。あー、じゃあ一戦やりますか。あ、お願いしますそういうの言うつもりじゃなかったんですけど、 YouTube 的にゆえってなんか感じやったんじゃないですか。瀬尾さんに勝ったら実ジャパン2位っすよ。あー、まあまあまあ、じゃあワンチャン2位狙ってやりますか。はい、2人のダブルスに我々勝ちましたね。メガネなしで、うん、勝っちゃいました。勝ちましたね。やだー、めっちゃ怒られる。も髪の毛なしでハンディやっとったんやけどな。このファンに会いに行くっていうね、ダーツのフェイムいいかなと思います。たまにね、こういう企画もやっていきたいなと思うんですけど、そんなしょっちゅうね、できる企画でもないんですけど、まあでも、たまにこういうのもね、やっていけたら喜んでいただけるんじゃないかななんて思いながら今日来てみたんですけど、すごく楽しいです。ぜひ皆さん、これからもね、YouTube チャンネル応援よろしくお願いします。